ポーランド国鉄百三十九号線は、シロンスク県カトビツェのカトビツェ駅と、同時微熱軍のズバルドン駅を結ぶポーランド国鉄の鉄道路線である。全長は百十三点七八五キロメートルである。ズバルドン駅から国境を越えて、スロバキア国鉄百二十九号線と接続する。伏線区間は、カトビツェ駅、ビエルスコビアは中央駅間とビエルスコビアはリプニク駅、 ビルコビツェ・ビストライ機関である。モスクワ・プラハ間を結ぶ、寝台特急ユーロナイトや、ワルシャワ・ボフミイン・プラハ及び、ウィーン間を結ぶエクスプレス・インターシティは1号線を、経て、カトビツェ駅に到達し、当線のカトビツェ・チホビツェ間を経由する。1852年12月1日に、カトビツ・カトビツェ・リゴタ間が開業したのが始まりである。 1868年11月15日には、ティヒジジツエ館。1878年8月18日には、ビエルスコジビエツ館。1884年11月3日には、ジビエツズバルドン館。1912年11月2日には、カトビツエリゴタティヒ艦が開業して、全線開通した。1963年には、カトビツエ、ビエルスコビアワ艦。 1990年には、ビエルスコビアワ・リプニク、ビルコビツェ・ビストラ館が複線化された。電化は1961年には、カトビツェ・カトビツェ・リゴタ館に始まり、1963年には、カトビツェ・リゴタ、ビエルスコビアワ館、1970年代には、ビエルスコ・ジビエツ館、1986年には、ジビエツ・ズ・バルドン館で行われた。そして2002年には、 スロバキアとの国境区間のズバルドンスカリテイ、セラフィノフ間の殿下も行われた。ありがとうございます。